俺の名はエレン・イエーガー。始祖の巨人の力を介し、全てのユミンの民へ話しかけている。パラディ島にある全ての壁の放出化が解かれ、その中に埋められていた全ての巨人は歩み始めた。俺の目的は、俺が生まれ育ったパラディ島の人々を守ることにある。しかし世界は、パラディ島の人々が死滅することを望み、この島のみならず、全てのユミンの民が殺された。